G1 大津大賞開設64周年記念開催初日の争いは対戦カードが進みまして競争水面上を迎えるカードはドリーム戦第12レース。なお強風のため第12レースも安定盤を使用して行われます。一人定段離れているのは6号艇の茅原祐希です。出走メンバー1号艇田村貴信、2号艇丸岡正則、3号艇寺田翔、4号艇桐生純平、5号艇坪井康晴、6号艇茅原祐希、以上の6選手が争います。開催初日今日は強めの追い風コンディションの中対戦カード進んできました。第6レースから安定盤を使用して対戦カード進んできています。インコース1号艇の田村貴信がピストンリング1本交換しました。人気を集めています。隣2コースには2号艇の丸岡正則です。3コース3号艇の寺田翔、4コース角には4号艇の桐生純平です。5コース5号艇の坪井康晴、大外6コース6号艇の茅原祐希で枠番通りの3対3と分かれました。進入インコースから1番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました5号艇坪井、6号艇の茅原、インコースから1号艇の田村がいいスタート。一周一幕、1号艇の田村が逃げる、5号艇の坪井がまくり刺そうとする、外3号艇の寺田、内からは4号艇の桐生、6号艇茅原、さらに間2号艇の丸岡、先頭抜けて1号艇の田村、そして2番手3番手ですが混戦模様です。6号艇の茅原、4号艇の桐生、外では2号艇の丸岡、5号艇坪井、内から3号艇の寺田、スタート正常。一周二幕から直線コース、2番手6号艇の茅原、内からは4号艇の桐生、ホーム直線コース、6号艇の茅原、4号艇の桐生はポート合わせて2番手争いです。2停止から3停止差で3号艇の寺田が4番手。2周1マークの旋回です。トップは1号艇田村、2番手争い、4号艇の桐生と6号艇茅原、6号艇の茅原、内から4号艇の桐生をかわしてバックストレッチ、6号艇の茅原2周目バックストレッチ、2停止3停止とリードを取っての2番手、3番手が4号艇の桐生です。その後ろ混戦模様続きます。3号艇の寺田、2号艇丸岡、5号艇坪井です。2周2マークの旋回、1号艇の田村、6号艇茅原単独2番手、3番手は4号艇の桐生で、レースこれから最終周回に入っていきます。インから押し切って先頭は1号艇の田村、最終周回1マークへ、そして2番手の推移、4号艇の桐生と6号艇茅原、6号艇茅原取り切って最後のバックストレッチ、3番手は4号艇の桐生、最終バック上位体勢消してます。1番6番4番の体勢です。その後ろは3号艇の寺田、5号艇の坪井、最後方が2号艇の丸岡です。ラストターンマークの旋回です。1号艇の田村、そして2番手6号艇の茅原、3番手4号艇桐生の体勢下になく直線コース、まもなくゴールです。初日ドリーム制します。人気に応えて先頭1番の田村ゴリ、6番茅原、4番桐生ゴリ、内外離れて3番寺田と2番の丸岡接戦、ラスト5番の坪井ゴリ。